大田中央三瓶山インターやって、なんかね、季節です、ここからです、初めて通ります、一昨日開通したばかり、はい、中で止まりました。そこでどんな感じなんですかね。なんか9号線をそのまま行くのにと比べて2分ぐらい短縮らしいですけど、ただ日本初のラウンドアバウト2連チャンというインターがあるんで、そこはちょっとどうなのか通ったんですけどね。東方航空改正でロータリー、ラウンドアバウトは通りやすくなったというか、こっちですね。あ、インクいらないですね。初めてだからちょっとやっぱし、おお、なるほどね。はいはいはい。で、ここがあれだから、こっちは気にしなくていいです。はい。車はいません。なるほどね。なってるんですか。70キロ。おお。濃いですね。ですね、これ。なかなか。朝山インター、これがロータリー2連チャンってやつです。
来てなくて、こういう感じなんだろうね。日本初。ラウンド、ラウンドアバウトちゃうんですね。なんだろう、ロータリー、まあ、ロータリーの2つを経て降りていくと、どういうあれなんかイメージがね。県道にそのまま直でつながってるから県道の人は迷惑ですよね。ロータリーを2つも越えなくちゃいけないから。はい、つながりました。旧国線です。正面が